内山交渉老死刑所消防現像宇治の巻第2回昭和56年2月21日京都総選寺にて収録。陰物道理なるゆえに人事に万蔵百層あり一層一蔵一おのおの人事にあることを参学すべし格のごとくの往来は修行の発足なり当陰物伝授の時すなわち一層一蔵なり得蔵不得蔵なり得蔵不得蔵なり小刀陰文字ののみなるがゆえに宇治皆人事なり嘘を無造ともに字なり時事の字に人無人海あるなりしばらく今の字に漏れたる人無人海ありやなしやと感想すべし力あるを仏法を習わざる凡夫の時節にあらゆる権下は宇治の言葉を聞くに思わくある時は三途八臂にとなれりきある時は上六八尺となれりき例えば川を過ぎ山を過ぎしがごとくなりと今はその三がたとえあるらめとも我過ぎきたりて今は玉殿主郎に処せり三がと我と天と地なりと思うしかあれども道理この一条のみにあらいわゆる山を登り川を渡りし時に我ありき我に地あるべし我すでにあり地去るべから地もし古来の層にあらずば上山の地は宇治の二根なり地もし古来の層を保任せば我に宇治の二根あるこれ宇治なりかの上山とがの地この玉殿主郎の地を鈍却せざらんや顧客せざらんや三途八臂は昨日の字なり上六八尺は今日の字なりしかあれどもその昨今の道理ただこれ山の中に直入して先方万方を見渡す時節なり次ぬるにあらず三途八臂もすなわち我が宇治にて一興す彼方にあるに似たれども二根なり上六八尺もすなわち我が宇治にて一興す賢にあるに似たれども二根なりしかあれば松も地なり竹も地なり地は飛行するとのみ芸すべからず飛行は地の脳とのとのみは学すべからず地もし飛行に一任せば感激ありぬべし宇治の道を聴聞せざるは過ぎぬるとのみ学するによりてなり用を取りていわば人海にあらゆる人は連なりながら時事なり宇治なるによりてご宇治なり宇治に凶楽の功徳ありいわゆる今日より明日に凶楽す今日より昨日に凶楽す昨日より今日に凶楽す今日より今日に凶楽す明日より明日に凶楽す凶楽はそれ字の功徳なるがゆえに古今の字重なれるにあらず並び積もれるにあらざれども制限も字なり大枠も字なり公勢も石頭も字なり義達でに字なるがゆえに首相は諸字なり入税入税
同じく次男、今の文部の件および件の因縁、これ文部の見るところなりといえども、文部の方にあらず、もうしばらく文部を因縁せるのみなり、この字この上は棒にあらずと学するがゆえに、上六根人は我にあらずと任ずるなり、我を上六根人にあらずと逃れんとする。まだすなわち宇治の偏辺なり、未証古者のカンカンなりと、まあそこまで。また例によってこの会に初めて来られた人もあるでしょうから、前回にお話しした荒ましのことから話し始めることにします。大体この巻でですね、いわれる道元禅師の宇治っていう意味は一体どういうことかっていうとね、大体はお釈迦様がね、無常って言われたのね。それを道元禅師はここで宇治って言われる。大体いつも私が言うけれど、お釈迦さんがですねによって発見された仏法だ。この仏法っていうのは、仏法っていうと何かな、仏法っていうもの、仏法仏法って言ってね、一体仏法っていうのは何かっていうのを考えたことみんなないで、仏教の話してるから分かんないんだと思う。その仏法っていうのは結局ね、私の言葉で言えば自己の生命の実物だ。それでね、この自己の生命の実物っていうのは結局みんなさ、我々ね、誰でもその例外なしに自己の生命の実物生きてるんだ。結局はね、それを我々ね、自己の生命の実物をいつの間にか見失って宙に浮いたところで生きてるだけだ。まあそれをいつも言う話だと、あれだ、コップ一つっていうんでも見ていると、そのコップっていうのは私は私だけの角度で、私の視力で見てるんであって、決してねみんな同じ、これだけの人がいてもこのコップを同じコップ見てることはないわけです。みんな角度違うんだし、それぞれ視力も違うんだから。そうするとね、実物っていうやつは自己の生命の実物として、このコップ見るって言ったら私だけのコップです。決して同じコップ見てんじゃない。ところがそれを同じコップっていうんで、その抽象概念作っちゃって、それで同じものを見てる気になってるから話が違う。そうじゃなくて、自己の生命の実物って言ったら私だけのこの見たものですね。コップだけじゃない、この電球もそうなら、この障子もそうなら、この壁もそうなら、この額もそうならって言ってね、そのみんな、その私の見てるのとあなたの見てるのとは違うんですよ。角度は違うんだし、視力は違うんだし。そしてそれだけじゃない、今度ちょっと抽象的な
話になるとね、一万円札一つでも、あたら見る一万円札と私の見る一万円札とじゃこの感じ方が違うじゃないか。その一万円札でもって靴が汚れたからちょっともう一万円札で拭いて捨てようかって、そういうやつもいるわけだ。それほど金持ってるやつもいるんだから。ところが私が見たら一万円札ってあのこれはすごいぞと思うし、山下清さんなんかじゃこれ困るって、ね、100円玉3つくれそういう人もいるんだし、そうするとね、1万円っていうもの、に対する感じ方も違う。いわゆる今度社会っていうようなものになると、社会、この社会をどう見るか、全くその感じ方違うじゃないですか。そうするとね、みんなその自己の生命の実物としては自己切りの自己だ。そして決してみんなと同じ世界に住んでるんじゃないんだっていうことね。これがねよくわからないで、宙に浮いたことだけ、そのみんな宙に浮いたところで生きてるから、それで話が違うのね。でね、今この自己の生命の実物っていうのだけがね、仏法としての、仏法そのものであり、仏教の中心問題です。ところがそのお釈迦さんによってね、発見された、そのされて以来、その仏法、自己の生命の実物はもはや絶対不変なんだ。自己の生命の実物のあり方ってこうだってもうお釈迦さんが発見したのね。それ以来の変化することはない、進歩することもない、絶対不変です。で、そのそういう自己の生命の実物をね、いや、もし変わったとしたら、そしたらそれは真実じゃない。本当の真実っていうのは絶対不変のものでなきゃ。で、そういう自己の生命の実物はおのおの自己が生きる、本当にその宙に浮いたところで、その概念的な行動ね、金ってやありがたい、地って言ったらありがたい、そんなの約束ごとの世界で宙に浮いてんだ。そうじゃない、自己の生命の実物に立ち戻って、その自己の生命の実物っていう地盤で生きる、この態度はもう絶対不変なんですね。しかしながらこれはどこまでも自己切りの自己の話だからね、その人がそういう自己の生命の実物に立ち戻って生きるって、それを行っていうね、そういう行で初めてその実現するね、自己が自己の生命の実物に立ち戻って行ずると、そこでもって初めて自己の生命の実物は実現するんだ。例えばね、そのそういうお釈迦さんがね、自己の生命の実物っていう石油はここにあると、発見されたとするね。ところがそれを組み上げて初めてその石油がここにあるということがはっきりするわけだ。で、初めて役にも立つわけだ。ところがそれを組み上げなかったら、おのおのがそういう自己の生命の実物に立ち戻って生きるっていうね、それを事実やらなかったら、その自己の生命の実物っていう石油はないのと同じだ、結局はね。それでね、だからその仏法っていう自己の生命の実物っていうのは、この簡単に言葉でね人に伝えることはできない。
最後の、まあ、お釈迦さんから過小尊者に仏法が伝わったって言って、それでその今のお茶やお花のあの奥殿みたいにこう巻物にして、これを何時に授けるって言って、まあ、巻物だけ頂戴して、ありがとうって、それでそんなもんで伝わるんなら話は簡単なんだけど、そんなもんで言葉じゃ伝わるんだよ。だから維新伝心中ね、お釈迦さんがそのある時その百万の大衆を前にして、そして花を念じて念下微笑というね、花を取り上げて、それでにっこり笑われたっちゅうな。そうしたら、あ、そうじゃない、取り上げてにっこり笑われた歌唱さんはまたにっこり笑ったっちゅうね。これ私の場合はコップで言ってるわけでコップは取り上げて、これで生命の実物ってこうね言ってる。それをそれが、ああそうかってね、あの伝わるんならいいけれど、なかなか伝わらないから話で同じから話を繰り返してるわけで、これは自己義理の自己っていうのはその言葉以上のもんだから、言葉っていうのはね、コップっていうんでも簡単だけど、この実際に見る生命の実物っていう生命体験そのものっていうのは言葉以上なんだからね、だからそう伝わらない。そして自己切りの自己なもんだから、そのこう人から俺から他人へこうなかなか伝わらないわけです。で結局の話はその仏法っていう石油を自分が、仏法っていう石油っていう自己の生命の実物っていう、そういう地盤で生きるっていう、そういうふうに石油を組み上げなくちゃ、組み上げたところでその行によって初めて伝わるわけですね。しかしながら自己の生命の実物っていう石油はここにあるぞっていうね、あの場所だね、それはあの言葉で言えないことはない。事実また自己の生命の実物っていうのはあの言葉を持ってるっていうのは、人間生命っていうのは言葉を持ってるってことは本質的なんだからね。だから全くそのだから禅門では不流文字とは言う文字に立脚しない、文字に立たない。だけど不要文字とは言わないね。その言葉じゃ通じることはない、この言葉以上のもんだから。しかしながら言葉はいらないってことはない、言葉は十分ね、その自己の生命の実物っていうその石油はここにあるのっていうねことは精一杯言わなきゃならないと思う。それでねこのどこにあるかっていう表現はその時代その時代でね、その時代に応じて表現は変わってくる、あるいは進んでくるんだ。例えばねお釈迦さんの時代はその点非常に素朴な表現で、この自己の生命の実物を無常って言ったね、常ならぬ、ただその例えば増安音経のね一番初めのお経に出てくる
まさに式は無常なりと感ずべし。式っていうのはね、式重創業式っていうのは仏教で言うけれど、そう、この色っていうのね、これは色っていうんじゃなくて 物体物質的なものを仏教では色っていう、重層行式っていうのは心的なもんだ。だから物心両面だね。これは物的なもの、これは心的なもので、まず式はまさに式は無常なりと感ずべし、格のごとく感ずるものはすなわち召喚すとすって、こう正しく見たって言って、で召喚するものはすなわち恩理を生ずって、くるくるこう変化するものは、で物っていうものは全て変化するんだなってよく分かったら、そんなものは当てにしないってことだ。オンリーショーズっていうのはね、もう例えば金っていうのもどうせそのくるくる変わるもんなんだ、そしたらそんなに当てにはできないなっていうのは分かるわけだ。でオンリーするものはキトン、つくっキトンっていうのは喜び、むさぼりだ、だから喜んで追求することはしないっていうのね。例えば金っていうのはぐるぐる変わるもんなんだ、そしたらそんなに当てにはならないもんなんだ、そしたら金のために一生捧げて追求するしなきゃならないもんじゃないっていうことだけはよくわかるじゃない。で祈祷を作るものは神経脱出と解くと、要するに金からは下脱するのね。そんなに金に縛り上げられるっていうことはないっていうことね。それから格のごとく重層行式は無常なりと感ずべし、この心的なもんもそうだ。それでその格のごとく見るものはすなわち召喚すとする。で結局ね、物心両面から全てのものがぐるぐる変わる無常なもんなんだ。そうしたらそんなものを一生懸命当てにし、そして追求するってことは間違いだっていうのが分かるって、こういうことね。で結局あれですね、シャワー的に生きるっていうのはとすれば、そういう金とか地位とか、あるいは自分の子供とかっていう、それだけが最もその自分の生きがいのようにして生きてるけれど、そんなものはぐるぐる変わるもんなんだから、そしてそんなものは当てにはならないんだ、それだからそれだけの追求で生きるんじゃダメなんだっていうことが分かるわけだね。それが大切だっていうのが、お釈迦さんの無常の自己の生命の実物としては全てが無常だということね。そういう素朴な表現だったところが、今度その後その大乗仏教っていうのは できてくるね。その頃にはね、今度は般若部のお経では、大本般若経ではね、こういう言葉出てくるね。菩薩摩訶薩、般若波羅蜜を行善と欲せば、式これ無常に従すべからず、この全ては無常だという、その無常ってことにも従しちゃいけないっていうのね。そんな当てにならない、当てにならない、だからそんなものはいらないと、そういうんでもダメだ。それで重層行式これ無常に重すべからず、何をもってのゆえに無常
無常の相空なりの、要するにね、無常っていうこともこう、これこそ無常だ無常だって、これまたしっかりね、それを抱きついてる、それ無常じゃないもん、本当の意味の無常っていうのは、その無常っていう言葉の意味も無常するんで、初めて無常なんだからね。だから無常空のゆえに無常と名付けるって、で無常無常の相空なり、だから無常も無常するんだ。それで無常空のゆえに無常と名付けず、空を離れて無常なし、無常はすなわちこれ空、空はすなわちこれ無常ないっていう、まあこれは大本般若経の終三本に出てます。つまりね、本当の無常ということは無常という固定もしないで、それっていうのは無常も無常するんだから、こういうあの、それでまあ般若部のお経では空っていう言葉になってくる。ところが今ね、今度道元禅師になってくると、この自己の生命の実物を宇治っていう言葉でさらに表現があの新たになり、そして進んできてるわけだね。この宇っていうのはね、ここにも出てくるけれど、これは人無人界だ。あらゆるものね、あらゆるもの、あらゆる世界、これが宇です。で、自っていうのはこれは享楽の義、結局国国っていうことです。つまりね、自己の生命体験の実物としては人無人界が国国に展開してるっていうことです。国国に展開してる、そういう生命を、こういう生命を生きるのは俺だから、ご宇治、こういうんでご宇治っていうね、そういう国国の生命を俺が生きてる。自分ちものはね、国国の生命を生きてる。で、これはだから図一つ図に書いていけば、我っていうのがあって、我っていうのがね、刻々ですねに生きているんで、それでこの人無人界、その人無人界が時です。で、刻々で、まあ、こういうのが、こういうね、自己の生命の実物っていうのはこういう構造を持ってんだってことだ。だから今あのこの宇治とかね、ご宇治とか道元禅師が言われるけれど、その言葉 の, ごあのそういう言葉はね、自分に当てはめて一体どういうことなのかって、そのよく飲み込むことが大切だ。自分に当てはめて、なるほど、俺が生きてるのは刻々に、そして人無人界を展開して生きてるなと、 その生命の実物を、だから今このこうして見るコップ一つでも見ても、これは刻々なんだ。どうせこのこれが決まってあるんじゃなくて、刻々にその見てるわけですね。そしてそういうあの対照的な人無人界、そ
それがまた国国であり、そういう国国の生命を私が生きてこれあれしてんだということで、この大切なのはそのね、自己の生命の実物っていうもののあり方、この自己の生命の実物のあり方をよく自分で、あ、なるほどそうだってね、それを知ってこの宇治の巻読まないとね、そのこの宇治の巻、まあ、あのその辺にもたくさん、あのこの頃消防現像場合だからたくさんの本が出てます。そういう本、まあ、読んでください。そうするとこの宇治の巻は深淵なる思想が、道元の深淵なる思想が書かれたとかなんとか書いてあるじゃない。何その人の深淵なる妄想を言ってるだけだ結局自分に当てはめないで、ただ言葉だけでもって消防現像読んでるからね、俺は何が何だか分かんない、そのいかにも深そうなことが書いてあるんだってこう思ってそういうあれしてるから、それでそのこの宇治の巻分からない、分からないのは俺が悪くて、そして何かこの宇治の巻は深淵なる思想が書いてあるというね、いやその深淵なる妄想をしてるだけだ、そうじゃない、これもう自己の生命の実物、それが書いてある、それさえこう愛してみればここに書いてあるのが当たり前なの、当たり前のことが書いてある。ただこの消防言動が道元禅師は文章が、うん、そのあれだね、道元禅師は奥家さん の, あの子供でもあるし、だから非常に上品な表現でさ、文章はうますぎるから、そういう点じゃこれあのあれだね、文章は上品すぎて難しいけれどね、しかしながら言われてることは当たり前のことが言われてるっていうのはよくわかる。でまあその点、そういうつもりでこの本を読み始めることが大切だそしてね、あのこの前の時読んできたところでの本文で、その大切なところだけね拾って、それでまあ今日のところ、ね、読み続けることにすると、例えばこの一番初めテキストの一番初めの76ページのその下の段の左から右から3行目のとこね、いわゆる売りは字すでにこれうなり、うはみな字なりってありますね。要するにこのいわゆる宇治はだ、字はすでにうなんだ、うはすでに字なんだ、こういうことね。結局この生命の実物のことに、それでね、それに続いてそのこの76ページの下の段の左から4行目の、我を配列し起きて人界とせり、この人界の図もつもつを字なりと著見すべしと、こうあるね。これが今言ったその我を、この国国生命を生きてるこの我を配列して人無人界とする、そして我これを見るなりということね。それでこの我を配列し起きて臨界とせ、この臨界の図もつもつを時事なりと直見すべし、この時無臨界が時事なんだということね。これ今私の言った話は結局これだけを言ってるわけね。だから一切の存在は、これ我々が生命の実物から言えばですよ、概念的に宙に浮いた話してんじゃないんですよ。
その生命の実物から言えば、一切の存在は私が生命体験すればこそあるんだ。いいですか。そしてその一切の存在は刻々なんだ。そしてその刻々の生命を俺我が生きてんだと、こういうことね。で、もつもつの愛げせざるは爺の愛げせざるがごとし、このゆえに同時発心あり同心発理あり。要するにね、すべてのもんがね、互いに邪魔し合わない、勝ち合わないで、他との兼ね合いなしである。すべてのものは、それでそれは刻々の生命体験がまた全く他との兼ね合いなしで生命体験されるのと同じってことだ。例えばね、その今我々生きてる間に、あの年取れば恥多しっていうけれど、あの、まあ誰でもあれですね、だんだん長生きしてくればしてくるほど恥や過去とはその度重なってんじゃない。私なんかは特にね、初めから恥かくぐらい、なんともないっていう、そういう姿勢で生きてきてるからあれだけど、まああらゆるところで失敗し、あらゆるところで恥をかきっていう。ところがね、この失敗は結局、愛げせざるところで失敗することが大切だね。それは愛げせざる、その、げするから、大元になってくる。例えば失敗したって言うと、あ、失敗した、失敗したって言って、ね、それでもって、内向するっていうか、失敗を持って回るじゃない。それでとうとうノイローゼで立ち上がれないって、そういう人が出てくる。ところがね、何失敗っていうね、俺失敗したと思った時はもう失敗は済んでるんだ。心配しなくていいんだ。もう失敗したと思った時はもう失敗は済んでる。それだから、もう、そんなに失敗いっぱいと思わなくて、あ、もう済んじゃったとこう思えばいいわけ。いや、私これ、沢木浪氏に、まあ、沢木浪氏が亡くなるまで25年ついたわけだけど、その間に沢木浪氏の目の前で失敗いくらでもやってるわけだからね、そうすると沢木浪氏っていう人はその失敗を絶対に見逃しはしないで、それこそ素晴らしい大声でがなり立てるじゃない。それこそその、ちっちゃなうちぐらぐら揺れるほどに大きな声でがなり立てるわけだね。そうするとその時もうしょうがない、弁解したらまた怒られるからね。弁解したらとにかくじっと聞いてるわ。いかにも聞いてる格好して聞いてる。そして老子がそれで終わったら、あ、もう済んじゃったとこう思うんだから、ちょっと気楽なとこは、そうするとね、それで初めてね、まあ沢木老子みたいな人にも25年もついてられたんだと思うね。その証拠にはみんな誰もいなくなっちゃったから私だけはついてたんだ。それでね、じじ愛げせざるがごとし、全くね、だから失敗した、叱られたって言っても、それが終わった時はまた全く新たな生命の実物に立ち返るって、それが大切だもん。この失敗を持って回るんじゃなくて、もう終わったんだと言ったらまた全く新たな自己の生命の実物を見直すことね。そしてそこで出直しがいい。それがね、この同時発心同心発理ということだ。このそんなことはできませんってね、この事実これだけ失敗した、この
結果が目の前にここにあるんだからって言ってね、そういうことを言う人がいるね。いや例えばさ、自分の息子を育て上げてこのところね、妙なもんでこれ、あの物事は続くね、重なあの偏るね、どうもそれで今のところ偏って愛してるのはバカ息子バカ息子の相談がちょっと偏っちゃってるこんなバカなことはないで、このそのバカ息子もまああの当や20ぐらいならいいんだけど30過ぎてまでバカ息子って、そういうふうに育てたからそうなったわけで、これ原因はある、はっきりしてるもん、これどうしましょうって言ってね、そういう場合どうしたらいいか、目の前にその失敗した結果はちゃんとあるって、それの場合そんなに新たなところで出直せませんっていう人はあるじゃないか、何心配することはないんだ、あのまあこれちょっとひどすぎるけどね、何あなたはね、あなた自身生まれる以前に降ろされたと思え、生まれる以前にあなた自身が生まれる以前に降ろされちゃった、これなぜ降ろしやがったって文句言うこともできない、今やね、今 どっちどう転んでも今どんな結果が出ていようともだ、そんなものはどうでもいいんだってことをそこから見直さなきゃダメだ、であるいはね、もう生まれる以前に降ろされたっていうことが古すぎるんだ、もうあの棺桶に入っちゃってからってそこから見直してもいいんだ、どうせ棺桶にもう片足突っ込んでるんだから、いやあのどうしようどうしようって言って言っている人が交通事故でパタッとこうあの今すぐ死ぬかもわかんないんだもんね、今私に自動車乗っけてくれて来てた運転手さんが言ってたね、35年だからもう自動車の運転手としてその自動車運転してっけど自動車怖いですなって、そのちょっと間違いはどんなことでも起こるんだから怖いですねって言って、で何よりあの家庭が大切ですなって言ってたけど、そうだと思うね、家庭で何か不和があったり何か揉め事があって自動車に乗ってるときは一番その何か事故を起こしやすいって、これやっぱり環境大切なんだな、環境は大事にしなきゃ、環境は大事にしなきゃならないけれど事実どういう環境にでもなるんだからね、我々本当環境が悪かっただから自動車そのぶつけちゃったって言ったってこれは許されない、これ結局その環境も手放すとこっていうところはなきゃな、そうするとその環境を手放すっていうところはどこかって言ったら根本的にあの降ろされた自分がね生まれる以前に降ろされたっていうところ地盤から見直すってことが大切じゃない、でまあ今の運転手さん毎日あの仏さんと神棚へお証しをあげてそして毎日自動車に乗ってるんですって言ってたけど、この仏さんや神様にお証しをあげるとき結局俺は生まれる以前に降ろされたその地盤に立ち返って見直すってことだね、このねそういうとこからいつも出直すと、でそれを発信というもの、全くまっさらな生命の実物地盤に立ち返るんだ、これを発信、でその次および修行道場浄土も格のごとしって書いてあるでしょ、つまりね修行も浄土も結局このまっさらな星立ち返ること、これ我々が座念してる、そうすると座念中にいろんな考えが浮かぶ、浮
かばないことはないでしょ。しかしながらこの私がこういつもはあれするけど、こうなんか座禅中に頭がふっと浮かぶっていうことは、何かその頭の中の手で何かを握ることだ。その頭を手放しにするっていうと落っこちる。その思いを手放してみる、座禅が座禅に帰ることね。座禅しながらいろいろ頭に思い浮かぶ、それをその時には座禅してんじゃない、もう考え事してんだ。考え事はいけない、これは座禅だ。で座禅に戻る、その時頭手放した。そうすると今まだまだと自分座禅しながら思い浮かんだ時っていうのは、なんかまだまだとあるものがふっと消えて、そして壁だけになる。この壁だけになるところは座禅のいいところですよ。今からのその座禅してるのに家庭の揉め事の続きが頭へ浮かぶ。しかしそれを座禅に変えるとふっと消えて壁だけ、ふとまたすぐふっと浮かぶ。それをまた出直すというと壁だけと。それで座禅というのはそのね壁だけになる。それをね千万発することだ、百千万発することだ。この前もあの発無上心の巻の言葉をあげたでしょ。結局百千万発して座禅はただまっさらな自己の生命の実物に立ち返り立ち返る。発心を百千万発すること、それが修行っていうもん。そして悟りっていうのはね、そういう修行が悟りなんだと悟ることだ。これは沢木老師がもういつでも口酸っぱくして言ってたね。悟りとはこの修行が悟りだと悟ること、それが悟り。これ既成因的な悟り、何かこう修行、この前もあれした発無上心の言葉ね、普通はあれだ、力に発心は一発にしてさらに発心せず、修行は無料なり、超過は一生ないと、のみ聞くは仏法を聞くにあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に会うにあらず。これ消防現像の発無上心の前にある。要するに普通はね、発心というのは一発やろうって思った、それから修行をたくさんやって、そしてまたパッと悟ってっていうので、またあの修行は無料なり、消化は一生なり、こうそういうふうに思ってる。みんなそのぐらいに思ってるでしょ。それは仏法を聞くにあらず、生命の実物を本当に、聞くにあらず、仏法を知れるにあらず、仏法に会うにあらずだ。それで千の五発の発心は定めて一発心の発なりと、まっさらな百千万発、その発心するわけだけど、その発心はいちいちまっさらなところだ。まっさらな発心しなきゃいけない、ちょっとね。で千億人の発心は一発心の発なり、一発心は千億の発心なり、首相展望もまた格のごとして、この前その引用したあの発無上心巻の言葉だ。結局ね、いつでも出直し出直し、このまっさらな自己の生命の実物に立ち返ること、それ以外。そしてその自己の生命の実物はって言ったらあの今言う生まれる以前に降ろされたっていうとこから見直すことだ。あるいはあの棺桶に入っちゃったっていうところから見直すことで、
だからどうなきゃなんないってことはない、全くまっさらに事故のところですぐでも帰れる。で結局その次に、我を配列して我これを見るなり、自己の自なる道理それ格のごとし、結局はね、自己を生きるのは自己以外にないんだ。この極楽行っても自己を生きるんだし、地獄へ落っこっても自己を生きるんだし、失敗しても絶望しても自己を生きるんだ。で死んでいくのも事故だ。で結局どこまで行ったってね、事故切りの事故生きてんですよ、事故の生命の実物を。でそういう事故切りの事故で、また今切りの今だ、そういう事故っていうものはコロッとあるもんじゃないもん、いつでも刻々なんだ、刻々の生命生きてんだからね、刻々の今切りの今だ、自己切りの自己であると同時に今切りの今。それでだからこの自己切りの自己、今切りの今、そしてそういう世界っていうのはね、世界ぐるみの自己ですよ。決してね、私より外にコロッとね、その世界があるんじゃなくって、この自己と刻々と、これ刻々っていうことはね、刻々の生命なんだから、我々生きてるのは刻々の生命生きてんだっていうことをよく知るべきだ。それみんな、俺が生きて生まれた時にほぎゃって、それからずっと一貫して生きてると、こう思ってるのね。そうじゃない、刻々に生きてる。で結局自己は自己の生きる世界を持って生まれてきた。それから自己の生きる世界を持って生き、自己の生きる世界を持って死んでいく。この私の世界をね。で、実物としての今の自己は、だから自己の生きる世界ぐるみ、この人界ぐるみ。だからこれはもう、我と、それから人無人海と刻々とっていうのはね、別物じゃない。もうたった一つの自己の生命の実物ですよ。そしてそれを五氏っていう。でそれで自己の自なる道理それ格のごとした、自分が自っていう刻々の生命生きてるっていう道理はそういうこと。それがまあこの前読んできたところですね。それで今日のところへ移るわけだけどね、この回の話はいつでもそんなにね、じゃんじゃんテキストを読み進むってことを目的としてんじゃなくて、いかに仏法の話が皆さんに、仏法がね、皆さんに、少しでも移って、そして仏法で生きてもらおうかってさ、そのためだから、あんまりテキストはあんまり進まないけど、まあこの今までの今の話大切なんで、そしてそれからそういうつもりで今度読んでいくと、話は分かると思う。因果の道理、これ今日のところは因果の、その続きね。因果の道理なるゆえに人知に万蔵百層あり、一層一蔵おのおの人知にあることを三学すべし。格のごとくの往来は修行の発足なり、当因果の伝理の時、すなわち一層一蔵なり。いやだからね、今の間から因果の道理、そういう道理だから、人知に万蔵百層ある、あらゆる形あるもの、万蔵百層っていうのはね、この人知っていうのはね、お聞き書き書にはこの人知は字に当たる、この人知は字に当たる、この字ですね。
もう聞き学書っていう、あの注釈書に、この人知は字にあたる、自己の上に万蔵を表すに似たり、これ何者か、これ陰謀来の人知なりと書いてある。結局あれですね、あらゆるものは自己の、この自己のね、生命の実物地盤にある。我々がどんなものを見ようとも、どんな世界を体験しようとも、みんなこの自己の生命の実物地盤、そういう地盤になる。だからあらゆるものは自己の生命の内容だ、私の生きてる内容だ。で、一層一層おのおの人知にあることを山岳すべし。どの一層もどの一層もこの自己生命の展開の人知でないものはないってことね。格のごとくの往来、結局ね、このように一切は自己の生命の内容とし、自己の生命の内容として一切を見る、そういう往来だ。そのような往来が仏道修行の始めだっていうのね、修行の発足なり。これをもっと分かりやすく言や、出会うところ我が生命って私が言うけれど、結局出会ったところは自分の生命の分身なんだ。例えば私がお客が来て、それでもってお客に出会った時、お客さんは私の生命の分身だ。それからまたお客さんが何かの反問を話をしたら、それは私の生命の問題だということね。そういうふうに出会うとこは我が生命。これは天蔵の人がそのご飯を炊く、それから薪を燃すっていう、これその時天蔵は天蔵の今の仕事が生命だ。出会うところは生命だ。まあ、だから自動車の運転する時には自動車の運転が我が生命だ、そういうことね。で、そういう格のごとくの往来は修行の発足だ。そして当因もの伝授の時、すなわち一層一層なり、それでその修行によって行き着くところも結局は一層一層がそのまま一層一層だということね。結局今ご飯を、天蔵がご飯を炊くって言ったら、ご飯炊きっていうのは、ご飯炊きはまっすぐご飯炊きになるというのが修行する当因もの伝授の時だ。その、私が戦争直後の頃、天蔵をやってる時、腹が減って腹が減ってしょうがなかったもんね。おっと天蔵って言って言うと、天蔵当番の時は何かこう、やっぱり台所だから何か食い物あるもんね。そうするとそれらの何か、ちょっと砂糖がちょっとあったりなんかすると、その砂糖ちょっと舐めるって、ちょっとでも、それみんながやるから取っといた砂糖がなくなっちゃう、いつの間にかなくなっちゃってるそういうぬすっと根性、このすっと根性があってやってるのは、そのあれだね、出会うところ我が生命でやっていないから、それだけ仕事は抜けてる、生命がこもっていないってことね。でこれもそれで私つくづくつらつらと考えて、俺も頭剃って坊主になったのに、こんな盗み食いぐらいでもって身を崩しちゃう、もったいないと思って、それからもう天蔵の時にそういう盗っと根性持たないように一生懸命、そこが修行のしどこだと思ってやったけどね。このあれでしょ、やっぱり政治家がちょこっとこう袖の下取るのも、天蔵がその砂糖舐めるのと同じ根性じゃないか、やっぱりあれじゃダメなんだと。
で当院もの伝授の時すなわち一生一蔵なり、結局特別のことがあるわけじゃない。修行によって行き着くところも一層一蔵がそのまま一層一蔵になる。で、絵蔵不絵蔵なり、絵蔵不絵蔵なり、これ妙な言葉だけどね、その絵っていうのは理解すること、不絵っていうのは不理解だ。しかしこれ絵といっても不絵といっても結局一切は自己の生命の内容なんだから同じことだ。絵も不絵もあるいは迷いも悟りもみんな自己の中身だね。だからこれ文言の注釈はね、絵するも不絵するも真の宇治なり、こういうことが中外です。あるいは式にはありただ絵不絵のみに限らんや、明像不明像なり、この迷いの形だ。それから不明像、迷わない形、あるいは五層不五層なりという悟、迷っても悟っても同じ自己の生命の実物なんだから、自己の生命の実物っていう地盤から言ったら迷いと悟りとって別物じゃないんだ。ただ自己の生命の何て言うかな、絵不絵理解